ベルベデーレのアポロン、バチカン美術館所蔵。和紙によって運ばれるがアニメです。紀元前325年頃のオリジナルのローマンコピー、バチカン美術館所蔵。レオカレスは紀元前4世紀頃の古代イギリシアのアテナイ出身の彫刻家である。プラトンは第13書館でレオカレスに研究し、若くて有能な芸術家と呼んでいる。 レオカレスはいくつかのゼウスの像、アポロンとアレスの像、ワシによって運ばれるガニメです。若い商人と、後にアテナイのプルタネオンに設置された30人政権によって処刑された競技選手、アウトリュコスの像を制作した。レオカレスは古代世界の七不思議の一つであるハリカルナッソスのマウソロス病の建設に携わった。ベルサイユのディアナや、 バチカン美術館の名高いベルベデーレのアポロンの制作者であるとも考えられている。これらはレオカレスのオリジナルのローマ時代の複製である。レオカレスが制作した肖像の彫刻の中で有名なものはマケドニアのピリポス2世、アレクサンドロス大王、アミュンタス3世、オリンピアス、マケドニアのエウルディケ1世の像で、これらの彫像は造下と金で制作され、 カイロネイアの戦いでの勝利を祝って、フィリポス二世によって建設された、オリンピアのアルティスにある円形の建築物である、フィリペオンに配置された。また、ルシッポスとの共作でライオンを狩るアレクサンドロス、大王の像を制作した。ありがとうございます。